売国自民党ニュース、売国自民党ニュース。二カ国をやるようなもんですね。小池さん、はい、小池さんのキャスター時代の映像を入手しました。おお、お宝映像じゃないですか。パタパタすごく大きい。ジョルダンのアンマンに電話を入れてみたいと思います。アラン、あ、サイドハザスルマン。アランベック。あ、ممكن نعرف ليش يتم بيان العلاقة لانسحاب قوتها؟ الواقع أنني تابعت باهتمام كثير جدا. 当時あの湾岸戦争になりかけの時だと思うんですけれども、ジョルダンにいる方とアラビア語でやり取り。生中継です。生中継。もう一個あるんですけど、これ何の映像ですか？يعمل ويشتغل ويكون اقتصاد قوي جدا وفقط لا 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 مواطنين يهتم بسياسة جدا مثلا قضايا مهمة جدا بإزداد نسبة ال 確か環境大臣の時にエジプトの結構有名な番組に出た時です。一人で通訳いません。この番組はエジプト人が見てる番組ですから、もう全部アラビア語。アラビア語も2種類ありまして、文語体というのとアミーヤっていう口語体が、これは今口語体でしょ。二カ国語やるようなもんですね。結構喋れるんですね。いやもう半世紀前の話ですから、だいぶ忘れちゃいましたね。口語体で喋ってる。二カ国語やるようなもんですね。小池さん。そんなんどうでもいいわけないですよ。日本語がきちんと喋ればいいんですよ、ちゃんとね。都知事は。しかもその証拠に、自分でね、あの自信満々に出した動画、私に批判されたら、引っ込めてんじゃんって話なんですよ。これはおかしいよ、やっぱり。というふうにね、思うんですよ。いやいやいや、もしかしたらね、なんか別の理由かも、知れないし、またもう一回ぐらいね、あの出してくるかな。今度こそ、ゆり子、間違いのないアラビア語ですからって出しますかね。ここ俺って言うけど誰だろうな。名前を言うけど息子かな。助けてあげたい親心。危ない、危ない。それは詐欺。出てはいけないその電話、聞いちゃいけないその話。電話はいつでも留守番電話、必ず確認合言葉。お金は絶対渡す。